で、クエスト許可、あ、許可遅れた。お、来たんじゃない？あ、来た！来た来た来た。来たー、すごい。来たぞ。なんかゆ、え、画質悪。私え、こんなもんだよね。え、私のやつめっちゃ画質いいですよ、ナナさん。嘘。え、私、うん、あ、もうな、良くなった良くなった。あ、ユミリンめっちゃ画質いい。よくなったよかった、びっくりした。やったー、ようやくできた。やった。難しい。めっちゃ大変だったね。難しい。めちゃめちゃ苦戦した。よかったです、もうできないかと思ったね。もう諦めようかと思ったよ一瞬。ちょっとマネージャーさんにできましたっていう。うん、できました。ありがとうございます、マネージャー。ごめんね、パソコンから LINE してたから5時ひどかったでしょ私。え、ナナさんいつも5時すごいですよ。いつもじゃないよ。え、違う違う、だからこれは、はい、ここ数時間はパソコンでやってたから。だから全然いつもは5時してないはず、多分。え、でもなんかたまに5時ってる？ 5 時過ぎて何やってるかわかんない。怖い、待って、そう、私そんなごじってる時ないよ。嘘だ。え、ありますよ。遡ろうか、じゃあ、LINE。どれ？え、いや、私、ありますよ。何？嘘。え、ない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 。いや、あります。なんか、2回ぐらいあります。何言ってるかわかんない、みたいな。嘘だ！履歴残ってる。最近じゃなくって、結構前とかです。何？何だろうな。何？あ、タワーが来てる。どれ？ひろひささん。ありがとうございます。ひろひささん。ありがとうございます。ありがとう。はい、あ、それユミリンのルームに来てるってこと？あ、そうですね。あ、そう。私はなんか、かなちんがお城に花火バーンやってた。かなちん。かなちん。ありがとうございます。かなちん。どうやっていつも気づくの？そういうさ、タワー来たら。気づけなくない？気づくか。うん。あ、なんか、コメントで教えてくれたり、あとタワーだけ、この、ここのギフト、ここに乗るんですよね、あ、そっかそっか、ここに見えてるものがタワー扱い。そうです、そうです。絶対そんなごじってるラインないよ。いや、あります。どれだろう。びっくりした。今、遡ってたら、お尻がいいなっていうラインしててさ、何？って思ったらさ、パーカーの話だった。お尻がいいな。お尻パーカー。どれだろうな。え、ほら、私のね、履歴には残ってないんだよ。やっぱ携帯変えちゃったからかな、私。あ、なるほどですね。そうです。いや、私がじゃあ見つけます。いつだろうな。いないよ、もう。残ってない方が嬉しいわ、そんな5時。いや。お尻ってますね。どれだろうな。そのパーカーどこで買ったの？もらったんですけど、チャンピオンです。チャンピオン。帽子もチャンピオン。同じマーク。チャンピオン。同じマーク。腰ぐらい気にしない。いや、気にしないとかじゃなくて、なんか、読めないんですよね。5時っていうレベルじゃないんだよね、多分。はい。暗号。どれだろう。やばい。いや、もういいよ。出てこない方が嬉しいよ、そんなの。プロ歴史じゃん。だって、そんな暗号を送りつけるなんて。い
やー見つけたい。ユミリ前髪切った？そう切ったの。切りました。かわいいよね、パッツン。どんな文だろうって、もう文あった見して見して、何え、これ見せられなかったら見せなくていいやえ、いいですか、そのまま言って。そのまま読んでみて。ねえ、好きやジリン大好きなんだけど、とも、だけど俺をうとうと、俺思うとしゅうとな。ね、待って、本当にそのまま読んだ？え、そのまま読みました。ねえ待って、めっちゃ面白いんだけど。オレオがカタカナで、オレオうとうと思うとしゅうとなあ。オレオうとうとしゅうとなあ。オレオうとうと思うとしゅうとなあ。え、わかんない。わかんないです、私も。え、全くわからない。はい。オレオうとうとしゅうとなあ。なんか、そうね、こんな感じのラインが来ます。いや、めっちゃおもろいねいや、もうね、最近はしてないんで、5時。そうです、最近は、最近は来てないですね。ね、よ、そう、想像以上にやばいでしょ、ちょっともう怖い怖い怖い。オレオが食べたかった。多分そうなんですかね。でも私オレオそんなに好きじゃないんですよ。へえ。え、分ける人ですか？オレオ、あ、分ける人。うん。オレオの中身先食べちゃう人、こうやって。ええ、私逆で中が好きだから、うん、その王だけ食べて、で、その霊の部分が残るように下の王の部分をなんか端っこから攻めていくみたいな感じ。え、めっちゃ難しいでしょ、真ん中だけ、中だけ残すの。あ、難しいです。だからいかに、いかにこううまく食べれるかみたいな。でもオレオ最近食べてないな。食べてないですね。そう、でもなんかオレオはそんなに普段食べないのに、なぜかユミリにオレオって売ってるの、なんだろうね。わかんないです。暗号だった、私は。人生に2回ぐらいユミリンに何か送ってる気がする。あ、そうですそうですそうです。そのもう一個の方が何だったの？なんか見つからなかったです。それより前なのかな？それより前だと思う、多分。いや、ちょっと相当寝ぼけてましたね。寝ぼけてましたね。相当寝ぼけてました、はい、私。そんな時も。はい、え、私一回ナノさんに寝ぼけて、めっちゃ初期の方、なんだっけな。あ、あったあった。本当あった。なんだっけ。めっちゃ初期の方に、なんか来たよね。夜中に寝ぼけて、なんか送って、朝なんか朝起きて、起きて、うわーってなります。なんだっけ。なんか内容忘れたけど、結構ちょいちょいあるよね。なんかお母さんに送る LINE を間違えて送ってきたりとかさ。え、ありました？あるあるある。思いっきりなんか電車の話？電車の話だったかな？え、電車の話？とか、どういうことですか？なんか親に送るであろう内容をなんか送られてきたりとかはあったよね。なんだろう。そんなことあったんですよ。来るかな？うっかり滝の！潰れちゃった。あった？ありました。間違えで調べたら、ねえ、ちっちゃい頃の写真持っとるって。そう、電車じゃなかった、全然持っとらんよって言われました。え、そう、だからお母さんと間違えられた親に送ったつもりで。でもどうやったらさ、お母さんと間違えんの？だってさ、ま、なんていうの、丘だとお母さんだったってことかな。いや、お母さん普通に滝のほにゃららで本名。ああ、だからさ、岡田滝野だったらなかなかこうならないじゃないってさ。たまたま履歴が近かったのかな、トーク履歴が。履歴が近かったんですかね。岡田お母さん。あんまり送り間違いとかないんですけど、私。ね、私もない。でも、奈々さんから返信来るまで気がつかなかった。送り間違えてるの。
お母さんになりました、一回だけ。お母さんになりました。私の方が年上なのに。そうだね、生まれたの私より早いもんね。はい。2ヶ月ちょっとだけ先輩。先輩。そう、来年年女なの。本当にすごくない？嬉しい。嬉しい。牛。牛。もう。嬉しい、年女。嬉しいです。いい年になりそうですね。うん、いい年にしましょう。牛年。牛年なんで。やっぱ、このね、この世代の、時代にしましょう。しましょう。その世代だって多いじゃんね、牛年。はあ、多い。48グループ多いから頑張ります。頑張ります。成人婚もしましたしね。そうそう。楽しかったよね。めっちゃ楽しかった。成人コンサート。嬉しかったです。いっぱい着れて。いっぱい着れた？振り袖。あ、来たね。最初に。来た。楽しかったね。私、成人婚で赤色の振り袖を着て、うん、成人式は青色の振り袖を着て、うん、で、私、ST 入る前に、前撮り終わってて、なんか、あったんですよ。自分が成人式に着る予定だった振り袖が。それが、白だったんですよ。あら、珍しい、白。三つ来ました。いいなぁ。三回も色違いを着れたんだね。すごい、素敵。素敵。成人婚。難しい。同級生なんだね。なんで敬語なの？そう、敬語じゃなくてもいいんですよ。先輩なので。年齢関係ないらしいです。縦社会。縦社会。縦社会、気にしなくてもいいよ、別に。でも、奈々さんには割と、敬語だけど敬語じゃない。っていうか、めっちゃ、超ガチガチな敬語ではない気がします、私。そう、結構ガチガチだよ、ユミリン。そうですか。だから、STU にはさ、の一期にはさ、はい、全然タメ口でいいし、先輩だと思わなくていいよって結構最初のに言ったんだけど。いやでも、言われても言ったけどね、なかなかね、みんなね、コーコとココアぐらいですか？そう、コーコとココアが唯一タメ口で喋ってくれる。あー、タメ口とあとなあちゃんって呼んでくれる。確かに二人だけ二人だけかな、うん、なかなかみんなさん付けを話してくれないんだよね。なあさん。いいのに、年齢も一緒だし。そうですね。先輩ですから。でも STU としてはさ、同期じゃん。STU としては同期だけど。AKB 混じっちゃうとあれかもしんないけど。同期。まあ、同期ですね。でもめっちゃ細かく言うと、奈々さんの方が STU になったのは先ですよ。確かに。そっか、オーディションはもう STU だったもんね、私は。はい、もう ST48 の岡田奈々として、そっか。大きいイヤリングして、出た。同じ色の服着て。もういいんだ、大きいイヤリングの話はもうみんなするけど、いいんだって、それはもう。本当に芸能人は大きいイヤリングするんだって。違うよ。たまたまハマってただけなの。いいイヤリングに。すごい。あれが岡田奈々さんの本物かって見てました。うん、私、オーディションの頃ね、あんまりユミリンの記憶がないんだよね。オーディションの頃ってオーディションですか？オーディションの時、STU の最終オーディション？まあ、印象に残らない人だった。なので。いや、なんか、いや、すごい相当スタイルがいいなとは思ったんだけど。いや、絶対思ってないですよ。で、私は、なんか、もう、なんか、あんまり、受かるとかより、なんか、私は、ここで岡田奈々さんと秋元康さんを生で見たっていうのは、もう後世に語り継げるものだと思って。そんなに。だから、
もうなんか後世に語り継ごうと思ってめちゃくちゃ顔見してました2人を。あーなんかそうそうなのよ。なんかユミリンユミリンのイメージはそんなに強くなかったけどけどやっぱりね受かるってことは何かあったんだろうなって思う何かあったんですかねきっと。うんあったんだよ。誰かの何かの印象に残ってあったんですかね。たのよ。嬉しいです。でも奈々さんとちゃんと会ったのは本当にその1ヶ月ないぐらいの時に東京で、うん、あったね。会いました。総選挙の撮影でしょ。そうです。総選挙のそういう雑誌だったりとかさ、うん、いろんな撮影の時にちゃんと話したの初めてだったよね。その時初めましてでしたね。いい写真だったね総選挙。いい写真。あのポスターですか。うん瀬戸内代表のいい写真っていうか私ああなると思ってなくて。あうんびっくりしました。わけも分からず撮ってたって感じ。そうです。わけも分からず風に吹かれて風に吹かれてこっち向いてとか言われてこうパシャパシャパシャみたいな。懐かしい。なんか前髪パッツンにしてると初期の頃思い出すね。確かになんか割とパッツンだった気がする最初。そうですね。なんか別にパッツンにしたいつもりはなかったんですけど、なんかオーディションに向けて気合い入れて前髪切ろうと思ったら、パツッと切れすぎた。はい。短かったよね、めっちゃ。短かったですね。うん、短かったし、なんか前髪巻くみたいなのが、あんまり自分の人生なかったので。ないよ、普通はないよ。ないですよね。前髪なんて巻いてこなかったもん。ないですよね。だってここまで来たら、もう切るしかない。うん、切る切る切る。別に巻くとか、ないから。うん、それね。ガタガタ。いやでも、ユミリンは可愛かったね。いや、今も可愛いよ。なんかそういう意味じゃなくて、その最初の、なんだろう、初々しい感じが、すごい可愛かった。へぇー。同い年なのに、すごい下、年下に見えた。いや、だって、先輩ですから、それは。なんか顔立ちがすごい幼かった、最初。あー。そうなんですかね。うん、懐かしい。なんかあれ、MV、瀬戸内の声の MV の時さ、はい。ユミリンがトロブと一緒の部屋でさ、あ、そうです、そうです。遊び行ったよね、部屋に。来てくれました。あと、朝起こしに来てくれましたよね。あ、そうじゃん。でもなんかちゃんと起きれたんだよね、確か。あれ？なんかドア開かなかったような気がする。ドア開かなかったっていうか、電話したんだっけ？ドアは、はい、なんか多分、奈々さんが鍵持って帰った気がする、夜、部屋に。なんかね、朝起きれないんですって言ってたよね。起きれないんですって言ったら、あ、じゃあ明日起こしに行ってあげるよって言ってくれて、ね、あ、そうじゃん、そうだ、そうだ、思い出した。で、起こしに行って寝てたわ。しました。いや、起こしてくれるから寝てますよ、そりゃ、安心して。しかも、起こしたんだけど、起きなかったんだよ、最初。で、ずっと熊根を抱いて、うん、起きなくて、なんか、この熊何みたいな感じで。熊根ですってなった気がする。熊根です。あれ、熊根だよね。お、熊根ちゃんです。熊根ちゃんだよね。いる？熊根、あ、元気？久しぶり。久しぶり。ニコ生以来かな。あ、ニコ生ですか？あ、違う、なんか、熊根ちゃんに会ったのは、最近だとほら、うん、3周年記念のニコ生配信の日にユミリンち泊まったから。あ、だからそのお泊まり以来だね。お泊まり以来。あれからお花が取れちゃって、緊急手術をしました。すごい綺麗に収まったね、花。そうなんです。あの、
大先生に、うちのお母様に。あ、お母さんも大先生、滝野大先生に。はい。直してもらいます。よかったね、熊ちゃん、熊根ちゃん。熊ちゃん。鼻取れるよね、人形って。取れます。あとは、私一回最初に鼻取れたのは、あんこが、こういう硬いやつ好きで、一回あんこに食べられちゃったんですよ。私の、うちのワンコもすぐぬいぐるみの鼻取る。わかるよ。長生きしてるね、クマネちゃん。頑張って、これからも。長生きしてます。もう、15歳ぐらい。わあ。これから先も頑張ってね。頑張ります。ねっちゃん。また遊びに来てね。行くよ。待っててね。懐かしい。トロブとユミリン。懐かしいな。一緒に練習したよね、瀬戸内の声。あれ覚えてない一緒に部屋で部屋で。え、瀬戸内の声瀬戸内の声の MV の前日の、だからその起こす前日よ。起こしに行く前日。一緒に練習したじゃん。練習しました？だよ、なんか、振り付けどう踊れる大丈夫みたいな話になってさ。ってえ、そう、こうやって練習した。へぇ。忘れられてる。じゃあ、755に、ナノさんが、ゆりと私を乗せてくれて。乗せた乗せた。ゆりとナノさん帰って、すごい、755に乗ってるみたいな感じで。かわいい。その時ね、SNS 全然なかったもんね。なかったですね。ブログとかもなかった時も。懐かしい。部屋で、あの、なんだっけな、まゆさんの卒婚の時に、真夏のサマーズグッドかな、うん。私が、初めて踊るってなった時にちょうど、思い出してよかったの、MV とかがあったのかな。で、ナオさんがちょうど瀬戸内に来てて、あったあった。で、私、出港の MV じゃない？出港ですか？だって、あれ、うん。え、もっと前です、もっと前です。嘘もん。まゆさんの卒婚だから、じゃあ思い出せてよかったなのかも。まだ私たちデビューしてないです。クライミも発売してない。そっか。から、そうか。思い出してよかった。だった。あれでしょ、うん、ホテルで練習したやつでしょ。そうです。ホテルで。覚えてる。教えてもらいました。全然踊れなかったよね。全然踊れなかったです。真夏のサウンズグッドって本当難しくって。難しい。なんか、まゆさんの卒コンで真夏をユミリンが踊るから、あ、すごいお腹鳴った、今。聞こえた？聞こえなかったです。あ、よかった。踊るから、ね、はい、教えようってなって。はい。教えたよね。教えてもらいました。懐かしい。全然踊れなかったし、全然わかんなかった。うん、だって、まだあの時、全然、そんなにダンスしてない。うん、そうだね。真夏のサウンズグッド。はね、初心者向けじゃないよ、あれは。まだなんか会いたかった 2,3 時間ぐらいかかってる時。そう、会いたかったとか、365日の紙飛行機とか、恋するフォーチュンクッキーでさえもヒーヒー言ってる時期だもんね。言ってました。なんかめっちゃヘビの手が難しいみたいな。それと比べたら真夏はレベチの難しさだったよね。レベチでした。でもナノさんが本当に夜遅くまでMV とかもあるのに教えてもらってめっちゃ嬉しかったです。めっちゃ記憶がある。あります。恥ずかしい。なあちゃん教えるのうまそう。めっちゃ下手です。え、いや、めっちゃわかりやすいです。いや、もう全然教えられなくて、うまく伝わんなくて。いや、めっちゃわかりやすいです。ゆっくり丁寧に何回も繰り返してやってくれるから、いや、めっちゃわかりやすいです。そのおかげで踊れるようになりました、真夏は。よかった。今ではね、ライブとかでもよくみんなでやるもんね。やりますね。真夏。難しい。あとは、
フリーは、あの、あれ、ラブトリップを。わ、出た。やってもらった。出た、沖縄。なんか初めてのさ、総選挙で、うん、総選挙当日のコンサートのセットリストにラブトリップが入ってて、うん、STU はラブトリップ踊ったことなかったから、うん、めちゃめちゃ大変だったよね。大変でした。めっちゃみんなで怒られて、うん、なんかちょっと大きいところフロアみたいなところを貸してもらってホテルで、うん、夜中までみんなでやってて、で、ナナさん確かホテルが違った。そうなの、違ったのに、なんか自分たちのホテルまで来てくれて、うん、なんか自分らはもう終わったらあと自分の部屋帰るだけだけど、ナナさん違うとこ帰んないといけないのに遅くまでやってくれてて、なんかめっちゃ感動しました。先輩みたいな感じだった。いやいやいや、みんなで。あの時はみんな、ST のメンバーがほんとかわいそうっていうか、なんでかわいそうかっていうと、全く踊ったことないのに、レッスンもないまま、もう、何？前日だったんだよね、コンサートの。確かに、前日、確かに前日だった。そう、コンサートの前日に突然、ラブトリップに参加してほしいってなって、で、自分で映像を見て覚えなさいってなったんだよね、映像で。うん、で、先生がやってきて、じゃあ踊ってみてって。みんな映像見てきたんだよね。できるよね。じゃあはい、どうぞってなって。マジかってなって、それはさすがに、きついよなってなって。で、そこで、みんな全然踊れなくって、めっちゃ怒られて。唯一ちゃんと踊れてたのは、空花ちゃんぐらいだった気がする。確かになんか、こう何人かピックアップされて、もう最低このメンバーだけしか出さないから、みたいな。あ、そう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 。踊れてる人がもう、4、5人だったんだよね。でした。で、もう出さないって言われて、それは嫌だよねってなったから、一緒に練習したんだよね。一緒に。夜。しました。懐かしい。懐かしいね。懐かしい。本当に。うん。そこまでやったから、ちょっとやりたかったですね。中止になっちゃったもんね、ライブ。いやー、いい思い出だわ、今考えたら。確かに、今考えたら、いい思い出です。でもあの時はもう本当に、なんか、みんなで死ぬかと思った。うん。なんか、もう本当に、自分たちは、その総選挙前のやつに必死すぎて、ちょっと総選挙どころじゃなかった。そうだね。もうライブ、振り入れ。振り入れも辛いもんね。踊ったことない曲ばっかりで。当時はね。そうなんです。なんか、しかも、割と、なんか有名どころの曲だったら、うん、割と皆さん踊ったことがあるから、うん、なんか振り入れとか、じゃなくって、はい、やるよーみたいな感じだから、なんか、踊ったことないのに、みたいな。置いてけぼりにされるよね、どんどんね。なっちゃう。そう、でも、そう、入った子は最初そういう壁にぶち当たるんですよ、踊れないって。ぶち当たりましたよ。いやー、でもね、いい経験だね。よくあるよ、AKB もね、よくあったよ、そういう、はい、じゃあ踊ってください、みたいな。映像見てきたんだったら、どうぞ、みたいな。だから、まあまあまあ。通る道って感じ。なんか、すごい、AKB さん、すごい、やっぱり、さすがだなって思うのは、やっぱりそれで、皆さんめちゃくちゃ踊れるじゃないですか。いや、私は踊れない側だったよ。え、踊れてますよ。しかもなんか、経験とかもあるのかもしれないけど、なんか選抜さんで、やります、新しい曲やりますってなった時に、ちょっと、なんか、V もらえる時とかあるじゃないですか、新曲とかでも、前日とかに。うん。ってなって、なんかアンクレットの時もそうだ。私、アンクレットの時、うん、初めてだし、うん、アンクレットはしかも MV で踊ってないじゃないですか。踊ってないね。だから、その、歌番組で踊りますってなった時に、その、MV とかだったら、割と、
なんだろう、あ、まだダンスはできてなくって、うん、もうなんか本番の前日とかに初めて振りを入れてもらうってこと多いけど、その時はなんか V がもらえたから、うん、広島で先生、広島の先生に V を見ながら教えてもらったんですけど、それでなんかもう何日かかけてやったのに、行ったらなんか皆さんより全然できてなくって、それは経験だよ。いや、すごいすごいすごいなって思いました。選抜の皆さんすごいよね。わかる、あのなんだっけ、サステナブルとかもさ、はい、なんか MV の前日振り入れだったじゃん。ああ覚えてない。私多分サステナブルは2日目から参加してる人。そっか、千穂ちゃんと一緒に。そうだから、そういうなんか私がすごいなって思ったのは、そういうサステナブルとかやってもみんなすぐ覚えるのよ、周りが。うん、すごいよね、みんな。すごい早い早い、秒で覚えちゃう。秒でですよね。わかります。ノーウェイマンも、うん、なんかめっちゃ死ぬかと思ったけど、すごい、皆さんヒーハー言いながらなんだかんだ踊ってるから、これね、本当にそう、みんなそうなのよ、うん、できないできないとか言ってめっちゃできてんだよね。そうなんです、もうでそうですよね、できないって言わないでっていつも。でユミリンができないって言ってる時はマジでできないやつ。できないできない、わかんない。まあなんかユミリンだけやっぱ最終的に残されちゃうよね、もうね、もう仕方ないけど残ってやってもらってますね。お残り、居残り、もうなんか無理です、選抜さんのスピードには本当についていけないです私。多分もうちょっとしたらね、全然慣れてくると思う。もうでも今だいぶ慣れたじゃん、今めっちゃ早いじゃんユミリン。あ、そう、一番アンクレットの時よりかはですけど、うん、全然です。難しい、早いんだよね、あるある、 AKB あるある、振り入れの時間がすごい早い早い。しかもなんか選抜さんはお忙しい方が多いから、うん、あんまりなんか時間も取れない。確かになかなか全員揃う時間もね、うん、ないしね、16人とかなると多いからね。ねえ、すごいや、はい、すごい、みんな。でも奈々さんにわかんないって言ったら教えてくれるから教えてもらってます、いつも。そう、いつでも教えてくださいと言われればいくらでも。なんか最初の頃とか先生も初めましてだし、うん、先輩も初めましてだし、教えてくださいっていうのがわからないのに言えなくって、うん、でもやっぱり奈々さんはそれを感じ取って、ここだよとか言ってくれるから。最初はね、神様、最初はだって誰との交流もね、なかったからね。なかったですね。その間を私がこう行けるように、くっつけられるように。ありがとうございます。今ではもう大丈夫です、ユミリンは。ではないですけど。ユミリンは大丈夫です。誰とでも仲良くできる人なので。できないです。なんか、できない自分でも、やっぱり皆さん優しいから、うん、話しかけてくれるから、あ、やっぱりなんかこういう人がこういうところに立つんだなっていつも、そのなんか歌番組とかから帰るときにいつも思ってます。みんな優しいよね。優しいです、わかる、本当にみんな優しいんです、本当に優しい。いや、兼任しててよかったと思いますよ、そういう時にね。嬉しい、本当に奈々さんが兼任してくれて本当によかったです。私もしててよかった。奈々さんが兼任してくれてなかったらどうなってたんだろうって感じ。ユミリに関しては特に心配だね。なんか、なんだろう、うん、
いろいろ心配。いろいろ。ユミリンって、はい、あんまり、あれが嫌です、これが嫌ですって言わないから。言わないから、全部与えられたものをやろうとして、ね。たまに、ほんのたまにさ、もう、すごいメンタル来てる時あるじゃん。本当にたまに。あ、もう、やばいみたいななりますね。うん。そう、だからやばい時を見た時に、あ、これ、誰も、その話を、何聞いて、気づいて、言ってあげないと、誰かが言わないと、やり続けるんだろうな、これよって思って。こういうことを。抽象的な話になっちゃうけどね、ちょっと。なんか。その抽象っていうのは具体的じゃないって意味ね。すごい。なんかそういうのも見てるのって本当にすごいなっていつも思ってます。ゆみりん仕事の量が多いからさ大変なんですよ。もうちゃんと皆さんに比べたら全然です。いやいや。だからちゃんとね、人なんていうの、うん、人としてね崩れていかないようにだけ。見ておかないとさうまく言えない、なんか、うん、とりあえず無理しないようにさせたいってこと、何無理しないでほしい、優しいっていうことです。ナナさんもですよ。私はもうだいぶ何年前だ、4年ぐらい前にもう、うん、何自分の中でいろいろ妥協というか、いろんな人に迷惑をかけて生きてきたので、うん、今は落ち着いたけど。でもなんかいろいろ経験してるからこそ、なんかやっぱりみんな、ST のみんなに、なんかいっぱいアドバイスしてくれるんだろうなって思って、本当に奈々さん、よかった。そう、だからちょうどその4年前っていうのも私がいろいろ休養してたりとかさ、悩んでた時期だったから、そういう時期に STU に会ってるから。なんかその出会いが、STU との出会いが自分を復活させてくれた感じがする。へー、嬉しい。それでなんか人生ちょっと変わった。兼任して。嬉しいです。へー。嬉しい。なんかそういう自分が悩んでたこととか辛かったっていう経験が、STU のみんなを支えるのにすごい生きるというか、その自分もしたことある辛さだから、うん、みんなの悩みが分かるというか、理解してあげられるのは良かったなって思った、うん、確かに STU もなんかでもあんまり自分から言えない子が多い。そうなの、からそうなの、みんななんか抱え込んでそうなの、みんな頑張りすぎちゃう。みんなそう。思ってることいっぱいあるけど、で、くぐれちゃうから。そう。悩みすぎちゃうんです、みんな。うん。なんかたまに話聞くと、え、それ悩んでたの知らなかった、もっと早く言ってよ、みたいなことよくあるから。そうですよね。STU は、いい子なんです、みんな。いい子。っていうか、やっぱりなんか、一期生だから、なんか、どうしていいか分かんないことがいっぱいある。から、もう本当に、全部奈々さんに頼りしかないっていうか。そうだね。先輩が、ね、いないと、どうしていいか分かんないよね、すべてが。分かんない。だから本当に奈々さん、奈々さんがいいっていうか、奈々さん、よかった、STU に来てもらって。だってこれでなんか、あ、もうそれ適当にやりなよとか、なんか、あ、それわかんないわかんないとか言われたら、もうなんか、もう、あ、そうなんだってなっちゃうからみんな。それが正解だから全部私たちの。そうね。いや、私も兼任できてよかったし、今ではもうみんな、ね、立派に成長されて。立派に。まあ、武道館にも。日本武道館にもね。そうなんです。すごいよ。一気ドラさん、ナナさんで。
そうだよ、1期生とドラさん出れるの嬉しくない？なんか嬉しい、武道館だよ、すごいんです、本当に嬉しい。なんかこれ聞いたのみんないる時だったんですけど、うん、なんか話があるんだろうなって思ってたけど、うん、あんまりいいことじゃないと思ってて、結構真面目な顔してるし大人の人みたいな、メンバーみんな集まってて、しかも大人がいるってなるとなんか不安になるよね。そうなんです、しかもなんかこのご時世だし何かあったのかなってすごい思ったんですけど、だからこんなに嬉しいことだと思わなかった。みんなでびっくりって感じ。いや、びっくりするよね。私もなんかすごいさらっとスタッフさんに言われて、一人だったんだけど私、はい、なんか武道館があるんだけどスケジュール的にまだ出れるかわかんないんだよねみたいなみたいな、どういうことですか今なんて言いましたって なるよね、うん、なりますね、それは武道館ってなって、え、武道館ってなって出ます、すごい、いやだからすごいよ、武道館だよ、すごい、すごい、おめでたい、おめでたい、本当に、いや楽しみですね、楽しみ、私なんか久々にファンの方の前でもうねライブができるから、ね、それ、そう、それこそ本当にそれも久々だし、武道館もすごいし、年明けから嬉しいことが、ね、嬉しい、ありますね、じゃあ年明けから会えますね、ななさんいっぱい会える会える、もうリハーサル頑張ろう、頑張りましょう、嬉しい、嬉しいね、本当に皆さんぜひお待ちしてますよ、お待ちしてます、もうなんかチケットも受付してるみたいなんで、皆さんぜひ15日だよね、はい、1月15日です、予定開けてください、金曜日、金曜日、平日ってこと？そうですね、待ってます、待ってます、あ、結構もう申し込んだよって人が多いよ、すごい、ありがとうございます、嬉しい、すごい、平日なのに、まあそうね、平日だから無理って人もいるけど休み取りますみたいな感じの人も多いね、皆さんこういう時の配信もあるみたいなんです、あ、え、そうなの、はい、あ、あるんだ、配信あるみたいです、よかった、それ聞いて安心、配信もあるらしいので、お仕事の、うん、いやお仕事じゃ結局見れないのか、そうですね、なんか遠くていけないよって方とかいたら、ぜひ配信、ぜひぜひ見てください、お待ちしてます、新規ファンはチケット取れない？いや絶対取れるはず、うん、なんか確かに最初はなんかモバイル会員先行とかはあるけどさ、うんうんうん、結果的に絶対大丈夫だと思います、そういう入ってなくて、多分、ごめんなさい、私が曖昧な返事しかできなくてごめんなさい、まあ、でも大体ありますよね、待ってます、チケ戦でよろしくお願いします、お願いします、いや、うん、STU まだ4年経ってないぐらいか、結成されて、そうですね、すごいね、次が4周年だから、そんなに大きくなるとは、4年経つのか、4年で武道館って言ったらすごいって、すごい、なんかすごすぎて、うん、私あんまりよく分かってない、あ、すごすぎて分からないやつ、うん、え、ななさん立ったことあるんですよね、あるんです、まだデビューして間もない時に AKB として、あるんですけど、やっぱその時はさ、まだ何も分からない状態でやってたから、うん、今回はもう本当に STU の力で出れるわけだから、なんかすごい嬉しい、
あ、そうそう、そうだ、研究生武道館だ、そう、それ。研究生の時。研究生のみのコンサートですか？そう。すごーい。いや、研究生で、武道館でできるんですか？なんか当時は研究生ブームだったんだと思う。ブーム？たまたまあの、みーさんも研究生だった時、降格してきた時だったし、うん、それがブームとっていうわけじゃないけど、あの、ちょうどなんかこのタイミングで、みーさんもいて、あの、いろんな人がいたんだよね、確かその時。松村かおりさんとかもいて。ああ、あ、中心名誉研究生。え、いろんなグループの研究生ってことですか？そう、あ、そうそう、48グループの研究生武道館でのコンサート。へぇー。すごーい。そう、だから、かおたんさんもいて、みーさんもいたから、その二人がなんか司会みたいな感じで、研究生がいっぱいユニットやっていくって感じだった。すごい。いいですね。そう、だから、いろんなグループで、みたいな。そう。でも今回は STU の一期生ドラさんだから、なんかこう、限られたメンバーでこの出れるっていうのがまたね、すごいなんか嬉しい。すごい。嬉しい。本当に分かんない武道館。どんな、武道館といえば私の、うん。私の武道館といえば、あの、花より団子の、うん。ドラマの最終回が武道館なんですよ。うんうん、私結構見てたんだけど、記憶が。見てました。見てた、見てた。リターンズじゃなくって、リターンズじゃない方の最終回で、なんか、卒業セレモニーが武道館であるんだけど、それにつくしちゃんが間に合わなくって、うん、で、なんか間に合わないけど、とりあえずドレス持って行って、そしたらもう、みんな終わってて真っ暗で、間に合わなかったって言ったら、道明寺が、遅えぞみたいな言って、うわーってなるやつ。ってなるイメージ。私の中の武道館。なるほどね。武道館、私はやっぱ24時間テレビのイメージ強いな、いつも。ああ。出演させてもらえるときは。あれ武道館なんですか？そう、あれ武道館のイメージがあった。私の中では。武道館。なんだ。まあなんかそういうね、すごい武道館に出せるわけですよ。うん。嬉しい。いやー、楽しみにしててください。楽しみにです。嬉しい。ちなみに YouTube が上がったそうです。お !9 分前に。どなたですか？今日はね、茂木さん。茂木さんのターンなのよ。4日連続の。そうそうそう。茂木さんのターン。ぜひ皆さん見てください。ぜひぜひ。すごい、YouTube。編集もめっちゃ大変そう。そう、編集大変。どのぐらいかかるんですか？やり始めたときは、もう、20分ぐらいの動画だったら、うん、1日5時間、1週間みたいな。感じだったけど、今はだいぶ慣れたから、はい、3日あればって感じ。すごーい。でも3日もかかるんだよ。もっと多分プロで早い人はね、数時間だと思うんだけど。いやー、でもすごい、そんなに、めっちゃ大変そう。すごい、3日で、私はそれがわかんない。3日がどうなのかが。いや、長いんだと思う、多分。時間かかりすぎだと思う。大変。いやー。全然、底辺な編集しかできません。いや、編集できるってすごいですよ。
自粛の期間がなかったらそう手出さなかったと思うから、そういうの始めるきっかけがそれだから。なるほどです。あ、おうち時間があるからみんなでやってみようみたいな感じですか。そうそうそう、おうち時間、なんかこの今もそうおうち時間だよね、もう完全に、うん、私たちはおうち時間です。最近この期間もやってるんですか。この期間も、そう、もうでも私昨日動画昨日上がっちゃったからもうないのよ。一旦終わり。お疲れです。そう、だからおうち時間、ね、ショールームが一番いいね。いいですね。昨日久々に始めて、できることといえばね、こういう配信。時間ないとできないですもんね、ショールームって、うん、お家からできること限られてるから、うーん、ショールームの存在に感謝感謝。なんか人と話せるっていいですよね。そうだからさ、家にいるとさ、はい、声を発すことがまずないじゃん。あります。でも私自粛期間でテレビに話しかけれるようになったんですよ。すごい。なんかどうやって話しかけるの？え、そうなの？みたいな感じで、なんか話しかけれるようになっちゃって、なんか、そうなんです。すごいな。なりました。テレビにはね、まだ話しかける領域に行けてないんだよね。すごいな。テレビと会話か。テレビと会話するようになりました。それができなくって、私。だからここ数日自宅待機期間は人によく電話をするようになった、はい、うーん、2日前に電話したじゃん。はい、ゆみりん、おととい2時間電話したよね。2時間電話しました、夜。だからもう人と話したくて話したくて、もうなんかもう何でもいいから、もう一人で何も喋れないのが辛くって、思わず。いつでも電話してください。ありがとう。もう一週間。あ、なんか届いたよ。なんか届いた。ウーバーイーツ？ウーバーしてないです。ちょっと行ってみていいですか？アマゾン？いいよ、行ってらっしゃい。なんだろう。宅配便でーす。はーい。あー！何？いや、私、柔軟剤頼んでたんですよ。あー、柔軟剤？はい。大事。そうなんです。それかな？今日届くって言ってた。じゃあ、玄関前にお願いしますって。行ってきます。ちゃんと、受け取る派？受け取る。でも、さっと。あー、秒でね。私結構最近は、この期間、なんていうの、自粛期間になってから、その置き配、その玄関前に置いといてくださるんですよ。あ、その配達してくれる方が。だから玄関前にお願いしますって言って。そうか、サインとかしなくていいんですか？うん、しなくて大丈夫なの。へえ。そういう、わかんない、その宅急便によるのかもしれないけど、うん、ね、大丈夫なんだよね。聞いてみよう。そう、今はそう、なるべく人と接触しないようにっていう心がけをしています。置き配です。置き配、私アマゾンで地方のね写真集買ったんだけど一応今日届くっていう風に。あ、ピンポン来た。ちょっとじゃあ、じゃあ玄関前にお願いしますって言ってみて。玄関前にって言ってきます。ちょっと話しててください。はい、今日私アマゾンから多分地方の写真集が届くはずなんですけど、あ、わかんない。今日届くかわかんないけど、なんか、発送されましたって連絡がもう来てて、いつ来るんだろうって。楽しみ。楽しみ。地方ね。買いましたよ。サイン欲しい。地方。今日来てほしいなって思ってるんですけどね、まだピンポン来ない。え、玄関前に置けた？なんか、越しに
すいません、置いといてくださいって言ったら、あ、わかりました、置いときますって。大丈夫だよ、全然置いといてくれると思う、言えば。なんかめっちゃ、すごい。家から出たくない人だった、今。めっちゃ。優しかった。優しいよね。置いといてください、って言ったら、あ、わかりました、置いときますね、みたいな。いや、そうそうそう。嬉しい。そっか、ポストに来てる可能性があるのね。いや、ほら、だから、アマゾンで地方の、そう、買ったんだけど、もう多分、今日届いて、早いかな、なんかね、届いてるはずなんだけど、まだピンポン来てないってことは、ポストかも。ちょっと後で見てみる、ポスト。素敵。いいね。いやー、今、便利な世の中ですね。便利な世の中。ね。なんでも通販。ダンボール増えちゃう。そうね、ダンボール増えちゃうね。うん。まあね。こういうご時世だから何事も家から出なくて済むのはありがたいですね。ありがたいですね。太っちゃう。あー。頑張れ。あ、鍋しましたよ、昨日。あ、一人鍋？はい。素敵。いっぱい野菜入れて。なんか。そのさんに鍋いいよって言われた瞬間からもうな、うん、ずっと鍋の気分で1日かけて食べました。どういうこと1日かけてってどういうこと？何時間もゆっくりずっと食べてたってこと？なんか朝作って、うん、朝食べて、うん、朝っていうかも昼、うん、でその残りを夕方にちょっと食べてみたいな、うん、ちまちま食べてました。なるほどね。あ、もう火を通しちゃっての置いとくってことか。あ、そうですそうです。へえー、なるほどね。私はもう温めながら作っちゃう人だから。何、あの生の野菜とか生のお肉用意するじゃん。はい。その場でこうグツグツしてる鍋にこうやって通して食べる派だから。ああ、伝わる伝わるってことですか。まあしゃぶしゃぶみたいなことなんだけど。そうやって鍋を食べるんですか。え、そうやって食べるんじゃないの。え、それしゃぶしゃぶじゃないですか。あ、そうなの。なんか鍋ってそういうもんじゃないの。へ、あ、だからそう、しゃぶしゃぶってことよ。ああ、私そういうもんだと思ってた、鍋は。なるほどです。だからその場で食べきるっていう。ああ、もう食べる分しか入ってん、入らない。そう、食べる分しか入れないから。いや、なんか一人の分量って本当に難しくないですか。むずい。だって人参一本買っても一人じゃきっと多いじゃん。そうなんですよ。みたいな感じで大変。そうなんです。だからもう人参、白菜、豆腐、肉だけにするとかにしてる。具材をそれ以上何も入れないっていう。これを全部食べるみたいな感じ。ヘルシー。そ、鍋はいいよね。鍋減るし。鍋はいいぞ。だって永遠に野菜食べてられるもん。わかります。なんか、野菜とかヘルシーなのにめちゃくちゃ美味しい。で、うん、食べてるかも。そう。なんか生野菜のサラダとかは結構限界くるじゃん。ずっと食べてると。でもあったかいお鍋だとね、食べやすいんですよ。本当に。ですよね。去年の今頃はずっと博多にいたじゃないですか。いたね。博多座。じゃ、毎日もつ鍋でした私。あら、羨ましい。つ鍋。つ鍋美味しいよね。お腹空いちゃったよ。お腹空いた。食べ物の話すると私すぐお腹空くんだ。うん。はぁ、あ、お腹すいた。すいちゃう。晩ご飯どうしようかな。どうするの？どうしようかな。なおさんどうされるのですか？私朝ごはんに卵かけご飯食べたのよ。うん、あー、なんかメールで見ました。そう。だからどうしよう、夜は。え？あんま家に食料があんまりなくてさ。
納豆、キムチ、豆腐ぐらいしかない。納豆めっちゃ食べてるイメージ。ななさん納豆大好き。へー、私一回この自粛期間に納豆にハマった時に、うん、なんか納豆、ななさんがめっちゃメールに載せてたから私も食べようと思って、うん、納豆卵かけご飯をしたら、うんうん、なんか食べきった時になんかちょっと感じが悪くってなんで？でも私納豆好きなんですよ、うん、いや私納豆嫌いだったのかなと思ってだけど、それを何日か続けて気づいたのが、なんか醤油がめちゃくちゃ賞味期限切れてて、うわ、あるある、それだったんですよ、味が変だったの。だからなんか気持ち悪いなみたいになったんだ。そうです、そうです。なんかそれ以外それを思い出しちゃって納豆食べると、なんか今嫌いになりかけ。やだ、美味しいのに。そうなんです。いや、あるあるだよね。醤油とかさ、わざわざ使うとき見ないもんだって。ずっと置いといちゃうよね、冷蔵庫にね。なんで、しかもなんか、別に使い切らないから、新しいの買わないし。わかる。わかるよ。気づいたら賞味期限切れてるやつ。そっか。じゃあ、当分納豆は食べないんだね。あ、でも、ありますよ、今。あるんだ。食べてないけど、食べて、なんか、あ、苦手だなって思いながら食べてます。健康にはいいからね、発酵食品、はい、健康にはいいし、別に納豆が嫌いなわけじゃないから。あ、その醤油でトラウマになっただけだからね、はい、買った醤油。買いました、直後に。買いましょう。買いました。大事だよ、賞味期限大切。でも私納豆はね、切れてても食べちゃうんだよね、期限。納豆自体がですか？うん、納豆自体が。へー、ちょっと数日ぐらいだったら食べる。まあ納豆ってもう発酵されてるから、そもそも。なんかそうなの、だから3日ぐらいだったらギリね大丈夫だと思って食べてる。3日？うん、3日ですか。なんかあと、まあ胃腸が強いのか、賞味期限切れたものを食べて体を壊したことがない。全く。しかも賞味期限ってさ、大丈夫なんだよ。あの、まあ、確かに賞味期限と消費期限がありますもんね。そう、消費はちょっと守ってるけど、まあ、でも消費もたまに守らないそう、大丈夫なんです。心配心配ないさ大丈夫だよ。そう、ほらみんなコメントで納豆の3日は多分大丈夫だよって。すごい、絶対おかしい。こっちのコメントそんなの1個もないから。なんか嘘、ファン層によって違うってこと、納豆のに対する賞味期限奈々さんが言うなら大丈夫みたいな。ほらみんな余裕余裕って。余裕、余裕なんですか、こんなの。ファン層の違いで賞味期限の価値観が違うおもろい。私このお仕事始めてめっちゃ賞味期限守るようになりました、うん、なんで？え、なんかそういうので体を壊したくない。あ、まあそれでね、仕事に支障を出したら嫌だもんね。私も今までないんですけど、うん、あの壊したこと、結構親がルーズで、うん、賞味期限切れちゃったから早めに食べようみたいな人なんですよ。わかるわかるわかる、そんな感じ。切れるからとかじゃなくって、もう切れちゃったからもう食べよう食べようみたいな。だからすごい、うん、まあそうね、体調管理大事だもんね、このお仕事は特に。大事、元気が一番大事。ユミリンがすごいなんか病弱な時あんま見たことない気がする。病欠、ね、病欠ってなかった気がする。私体調不良でお仕事休んだことないです。すごいね、3年間。本当にすごいよ、やっぱ強い。気をつけてます。でもただなんか多分
分気張ってるんですよ仕事中は。だからその月に1回とか1日休みってなった時に、うん、そのタイミングでめっちゃ体調崩したりとかします。すごいなんかできてる。いやちゃんとでもね心配だから、そういうとこが心配なんだよね。その仕事は与えられた分だけ気張ってやるから、そこが心配だから気をつけてほしい。みんなそうですよ。みんなそうです。でもわかる、気張っちゃう。うん、いやわかる。なんかすごいさ頑張んなきゃって思ってたお仕事が突然なくなった時、うん、突然具合悪くなったりする。え、仕事がなくなった、あの仕事がなくなったってなった瞬間急に頭痛がしてきたりとか、なんかそういうのあるよね。なんか人間って不思議不思議。病は気からってなんか確かにって感じ。本当にそう、気持ちが元気じゃないと何事も始まりません。じゃあメンタルを強く保つ秘訣を教えてください。私ですか？うん。メンタルを強く、なんだろうな、なんか強く、私も聞きたいです。メンタル、私弱いからさメンタル。メンタル引き弱。私もなんかでもわってなった時は私すごい実家に避難します。ああそのイメージある。実家に帰りたいって言ってるイメージが。実家に帰って、うん、もうシャットダウンします。なるほどね。で、あんことファーってあんこーあーってなったり、うん、でもそれはね、うん、わかる、うん、メンタル弱いからなんだろう、何かこうメンタルとかがこうやられちゃった時に、うん、そう閉じこもるよね、もう自分のこの殻に。一旦なんか無みたいな。うん、わかる、わかるよ。うーん、ナナさんはなんかあるんですか、そのストレス発散法じゃないけど。ストレス発散ないんだよね基本。ストレス発散法って基本的になくって、すんごい限界を迎えた時はもうなんだろう、お仕事もできなくなっちゃうから。うん、去年のあの時がそうだった。あの博多座やったじゃん。はい、博多座やって歌番組もやったじゃん、終わった直後に。ありましたね、直後にもあったし合間にありましたよね。合間にもあったし、はい、舞台やって握手会やって、うーん、新曲のレコーディングもしてまた舞台やって、ありました。でまた音楽番組に出るってなった時に結構来てて、でその音楽番組が終わった後にね、ちょっと一旦ねさよならしたんだよね自分と。いやすごいスケジュール。あの時だよ、あの北海道のツアーに出れなかった時。あの時だね、自分が一番来てたのは。いましたね北海道。北海道超悔いが残った、出れなくって。アボカド、あ、その時か、アボカドやる時って。そうです、そう、だから、北海道の公園で、ユミリンとアボカドじゃねえし、うん。やる予定だったんだよね、本当はね。でしたね。結局、できましたけどね、舞浜、もっと大きいところで。ね、大きいところでできてよかったね。そう、そんなことも。だって、奈々さん、AKB さんの方もあるし、STU の方も、めっちゃはるばるいつも来てくれるから、大変。いや楽しいですね、どっちもなんかもう重要。 AKB さんも奈々さん、もう奈々さん奈々さんって感じだし、 STU ももう奈々さんがいないとって感じだから、もうどっちからも
なんか、ななさんって感じで、絶対大変。だからそういう、ね、なんかユミリンは偉いんだよ、ちゃんと全うするからさ、与えられたものを。全然です。違います。多分、与えられてるなんか、レベルが、レベチなんですよ、レベチ。私が好きな言葉、レベチ。レベチ。いやレベチ。STU の場合はもうみんなが支えてくれるから、もう助かってます。支えます。もう、支えれるんだったら、いくらでも支えます。だってコンサートとか私だけなかなかレッスンに出れなくて、うん、ギリギリになってみんなとリハーサルした時とか、うん、みんながめっちゃ教えてくれるのよ。いや、でもそれは思います。 STU なんかみんな教えてくれますよね。めっちゃみんな教えてくれる。私もその割と出れない人だから、あ、うんうんうん、その本番前とかに、うん、いきなりパッて初めてやって、あ、あ、とかなっても、なんか、これ隣だよ、とか。え、そうそうそう、こっちです、こっちですってね。うん。言ってくれる。言ってくれるし、振り付けも教えてくれるし、立ち位置も教えてくれるし。教えてくれる。みんな優秀。みんな本当に、初期の頃からずっとそんな感じ。みんな。ゆきりん来てるってコメントが来てるけど、本当にゆきりんさん？6位にほら、柏木由紀って。あ、多分、ほら、きっとそちらに。あ、そっか、え、本物ですか、ゆきりんさん。すごい。ゆきりんさーん。ゆきりんさーん。本物だ。こんばんは。で、6位なら本物だって。すごい。すごい。赤、え、このアバター超可愛いですね、ゆきりんさん。へー。ご本人の。すごい、ご本人様の。ご本人様用のアバター。嬉しい。ありがとうございます。ゆきりんさん。そう、ゆきりんさんはね、本当にね、あれだったんですよ。あ、もういなくなっちゃったかな。なんか兼任してるメンバーがすごい数少なかったのよ、最初私が兼任した時かな。で、唯一なんかゆきりんさんが NGT と兼任してて、なんかその兼任だからこその悩みとかもうゆきりんさんが聞いてくれたりして、当時はすごい救われましたね。そう、確かに。なんか兼任してるとなんか参加できないものとか多いじゃないですか。その AKB さん、あ、失礼しました。充電器さします。あー、あるあるですね。20% よいしょ。どうだ、来た。お待たせしました。おかえりなさいです。ただいま。なんだっけ、それでゆきりんさん。そう、だからそういうゆきりんさんには当時助けられましたというお話でした。AKB さんと兼任してたら、AKB さんも忙しいから、うん、その兼任してるところの全部に行けるわけじゃないじゃないですか。そうだね。スケジュール的に無理みたいな感じのが多いじゃないですか、うん、きっと。だから、うん、すごい難しいですよね。そう、だからそうなの、全てに出れるわけじゃないから、すごいね、もどかしい時もある。ね、なんか音が私爆発してるって言われてるんだけど、どういうこと？え？なんか声がでかくなったって。へえ、私のところはそうでもないですよ。でもね、私ユミリンの声が急にちっちゃくなったの。へえ。なんで？あー、なんで？なんか理由あるの、これ。充電し、なんでですかね。今充電させただけなんだけど。なんで？コラボあるあるだって。へぇ、そしてユミリンの声がちっちゃくなった。はぁ、あー。え、一旦じゃ充電器外してみていい？あ、はい。喋ってみて。あー。あ、ちっちゃいや。
中で切れると大きくなるだって。そうなの？そうなんですね。あ、なんか私前にもあったみたいで、清掃なんてみんなが言ってる。前もそうだったよ。省エネモードになってるからってこと？そういうわけじゃない？難しい。コラボあるあるなんだって。うーん。いっか。でもギリ聞こえてるし、エミリの声。聞こえますか？聞こえる。聞こえる。じゃあ私が頑張って大きく喋ります。あー！声大事にして。ユミリン声潰しがちだから。いやもうナナさん、まあナナさんの方がですけど。嘘。確かに私も喉弱いし。でも、うん、音大お話し会になって声が枯れなくなりました。あら、なんか秘訣はあるの？なんか多分根本的に多分話してる人数が違うのもあるかもしれないですけど、うん、あの、これで話すから、なんか、あんまり声めっちゃ張ってないのかなと思って。そうかもしれないね。うん、だから今年声変えてないです、私。確かに。握手会やってた時期は、毎度のことをからしてたよね。毎度からっからでした、本当に。なんかその発声の仕方で握手会もできるようになるといいよね。なんだろう、そのトーン。確かに。多分、握手ってなると、張っちゃうんじゃないかなって思う、声を。いますね。どの辺を使うとかですよね。だから、落ち着いて喋れるようになるといいね。頑張ります。でもなんか、ボイトレとか行って、そういうのも結構聞くから、それもあるかもしれないです。声枯れちゃうっていう話をめちゃくちゃして、発声とか結構教えてもらう。私なんか喋るときに大きい声で高い声出すとやっぱ声潰れやすくなるから、やっぱ握手会ってありがとうございますってなっちゃうじゃん。なります。ありがとうございますっていう感じをずっと続けてると、ってなっちゃう。そうだ、それやってると潰れるから、ちょっと低めに。ありがとうございますぐらいで。ありがとうございます。待って。ねえ待って、それはさ、イケボすぎない？なんか。やばいんだけど。それ言われたらさ、ファンの人びっくりするって。はじめまして。ありがとうございます。今日は来てくれてありがとうございます。やば。ナナさんに言われたい、そうやって。あ、それは逆にありなんだね。ありです。ありよりのありです。で、ユミリンがやるとなんか面白い。多分私のファンの人は、しかもそれを多分求めてない。低い声をね。ナナさんのファンの人は、多分めちゃくちゃ、なんか、ドッキュンだったと思う。ドッキュン。ちょっと笑われそうだけどな。そう、あんまり高い声は出しすぎないことですね。気をつけます。ありがとうございます。ドッキュン、うん、語彙力かわいい。ドッキュン、ドッキュン、ドッキュンですよ、きっと。みんな湧いてます。湧いてます。なゆみかわいいだって。イエーイ、嬉しい。これまだ直接は消えてないからね。ないですね。来たいね。双子コーデ。え、すごい。顔ちっちゃ。なんかすごいね。ね、何ですか。いや、なんか今首元全部締めたら顔の小ささにびっくりした、ユミリン。多分引いてたから、こうやって。すごい。チャンピオン。ドレッシング大丈夫ですよ。あ、ちょっと黄色いけど。あんまりわかんない。よかったです、よかったです。綺麗になった。
回一人でやったんですね。オンライン？はい。そういつも一人なの STU のオンライン。寂しい。寂しい。あれですよね。あのツーショット写真会が13ナナさん。そう。13ユミリも？13私は12、13でした。写真会両方。両方写真会です。写真会。こういう写真会。あすごーい。すごくない？いい。こんな感じで撮るんだよね、オンラインも。こんな感じで。ハートしてください。みたいな。あ、ちょっとね、感覚が。やーい！あと、これ、あの、多田京香ちゃんから教わった、なんか、殴るポーズみたいな。なんだっけ？あ、そうそう。ちょっと待ってて。しかもなんか同じ服だから余計いい感じ。すごい。ぽい。すごーい。面白い。面白い。何でもできそうじゃない？こうやってやっとけばさ、どんなことでも。すごい。あ、得意。あ、そうじゃ、あ、それめっちゃ良くない？その、自作自演のあご食い。自作自演のあご食い。これをみんなやればいいんだよ、オンラインで。あ、確かに。え？あり？あご食い。だって、触れれないじゃないですか、普段だと。うん、でも、そう。めっちゃいい感じ。できちゃう。いいね。え？いい。すごい。ちょっと自作自演って言い方が悪かったかもしれないけど。いや、いいぞ。みんな使ってね。ぜひぜひ。オンライン、ツーショット、来てください。すごい。めっちゃ楽しい。いい。全然服合わせなくてもいけますよ。こうやって、やれば。確かに。腕の色がちょっと違うかも。違うななさん。何でもできる。確かに腕出したらいいんだ。そう、腕出せばもう殴れるから。あ、確かに頭撫でるのとかできんじゃないの？あ、確かに。ちょっと違和感？すごくない？すごい。すごい、なんか不思議。すごい。いや、いいよ、いいよ、いいよ。結構いいよ。いい感じ。顔半分ずつにして見てほしいな。あ、できない。むずい。ちょっとこれはむずかったですね。これはむずい。え？面白い。面白い。できちゃう。何ができるの？何かな？なんかフュージョン。うん、オンラインでも全然ツーショット面白いね、これ。なんかオンラインの方が逆になんか、できる幅が広がりますね。うん。確かに自分の手でやれば何でもできるよ。あんまり、なんか、ダメですみたいなの、なさそう。そうだね。離れすぎてるからね。いや、いいですね。オンラインならではですね。パチパチパチ。ちょうど開けてすぐ。
そうだね、そうだそうだ、11日までが待機だから、はい、12からスタートするってか、確かそうか、よかったね。結構ギリギリできます。ギリギリ参加できる。はい、嬉しい。よかったよかった。嬉しい。参加できなかったら困ったもんね。困った困ったでした。困った困った。もともとなんか10でも12日は私だけなんですよ。え、一人？はい、みんな他の日程なんですけど、なんかそこがスケジュールが合わなくて、うん、12日に一人で振り返。一人結構寂しいよ。へー、寂しそう。いつも一人だけど寂しい。しかもなんかやっとできたと思ったら一人だから。確かに人にもあんまり会えないね。じゃあ、はい、メンバーに会えるかと思ったのにね。そうなんです。もういっぱいスタッフさんと話しますね。そうね、スタッフさんと話そう。うん、私もいつもオンラインお話し会っていうのはスタッフさんが話し相手。あいいですね。お腹すいた。本当に何食べようね。お腹すいてないよ。すいてない？はい。なんでだろう。なんで？昼何だろう。動かないけどお腹すきますよね。そう、何もしなくてもお腹すくの。うん、あ、そうだ、その話しようとしてた。今ちょっとコメントで見たんだけどさ、私さ、あのさ、舞台あるじゃん、STU の。はい。セプトあるじゃん。はい。それを私、ユミリに電話でさ、はい、ずっとスペットスペット言ってたの。あ、そんなことなんですか？なになに？え、なんか言われた？違います、違います。私、なんか、ナナさんが、何言ってるか聞き取れなくって、うん、でも、なんかお風呂で話してたじゃないですか、お互い。え、そうそうそう。だから、なんか結構それかなって思ってて、なんて言ってるかわかんないけど、でも舞台の話してるんだろうなって思ってたけど、言ってることが違ったんですね。そもそも私が間違えて、はい、覚えてて、で、昨日、ショールームで、なんかスペットがとか言ってたらコメントで、セットだよって。恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしいじゃん。で、しかもユミリーもなんか電話でさ、否定することなく、はい、はい、みたいな感じだったから。なんで言ってくれないのって思って、ちょっと恥ずかしかった、ね。ごめんなさい。なんか、私も、なんかあんまり聞き、その前後で聞き取ってました。なんか間違え、めっちゃ恥ずかしいよね。間違えてる。セプトとは思わなかったです。なんか聞き取れ、私が聞き取れなかったって思ってました。違ったんですか？いや、本当に、恥ずかしい間違いをずっとしてたみたいで。セプトです。スペットはなんか、別物。間違えてたんです。ようやく覚えました、セプト。セプト。今度。セプトのユミリンは怖い。黒意識の塊。はい。めっちゃなんか、でも映像を見返したら、なんか、目ガン開きでめっちゃおもろい。自分で見た。そう、目力だよね、もう。もう目でこうなんか。そうなんです。なんだろう。背も高いし、目力も強いし、役柄も貫禄あるし、ね、存在感すごかったよね。そう、圧を感じる。そうそう、圧。ユミリンの圧を感じる。はい、そういう役でした。ノナさん。いい役だと思います。ノナさん。でも、なんかその、めっちゃお互いが言い合うシーンいっぱいあるんですけど。本当に。いい話ですよね。うん、ストーリーめっちゃ良かった。すごい。だから私もなんか割とみんなリハーサルとかで
お互い泣いちゃうみんな。あリハーサルで、なんか、リハーサルでみんな号泣、多分本番の方が泣いてなかったと思います。リハーサルでやってる側もだし、見てる側もみんな号泣しちゃうみたいなのがよくありました。いや、泣くよね。泣いちゃいます。見てる側ももう、涙腺揺さぶられるし、あれお芝居する側も泣いちゃうよね、絶対。泣いちゃいますね。だから、なんか自分はそういう役じゃないから、うん、なんか、あんまり見ないようにしてました。自分が出てないところ。なんかその、孤独な役を演じるにあたって、うん、あんまりそういう感情的にならないようにってこと？はい。情が入っちゃう。そうだよね。あら。でもちょっと情入れてもやってみてほしいけどね。なんか本当はみんなに優しくしたいんだけど、うん、でも私は成功しなきゃいけない。みんなの、このグループの要なんだからって。うん、思いながらのその切なさっていうか、そういう葛藤も入れてみたら面白くなりそう、お芝居も。なるほどです。さすが先輩。だから、みんなを突き放すだけじゃないお芝居もしてみてほしい。ちょっと、そういうところも入れつつ、みたいな。あ、この人本当はいい人なんだろうなって思わせるやつ。頑張ります、次。頑張って。会った時。そう、私もコメントで見て思ったんだけどさ、ノナさんがさ、めっちゃナナさんに聞こえて。確かに。ノナさん。そう、だから、ノナ。ノナ。ノナさん。だから、ナナ。あ、私ってなった。めっちゃ言われた。ナナさん。それ、なんか、ナナさんっていう役でよかったね、みたいな感じで、めっちゃ言われました、終わってから。でも、ノナだよって。何ぬね、ノナ。ノナ。何ぬね、ノナ。何ぬね、ノナちゃん。ノンちゃんみたいな。ノンちゃん。ノナちゃん。ノナちゃんです、うん。いや、いいね。私も、やるなら、なんだろう。ユミリンの役すごい素敵だな。やってみたいなと思った。ああ。ナナさんが、ナナさんがノナさん。ナナさんがノナさん。さんがノナさん。やりたい。あと、貫禄すごそう。貫禄すごそう。自分との葛藤がすごそう。あと。でもあの舞台さ、自分のポジションじゃないところもやるじゃん、曲。あ、はいはいはい、はい。大変だね。確かに、でもそもそも、あれ10人で10人バージョンなんで、そっか。今までないんで、あんまり逆に、なんか、今までと立ち位置全部一緒みたいな子はいない気がします。じゃあ別にポジションが違ってもそもそも違うしってなるか。そうですね、そもそも違うし。大変だよね、10人バージョンとかさ、なんか人数変わるだけで全然違うから。なんか、思い出せる恋をしようが、うん、全然違うんですよ、みんな。見てて思った。なんか、めちゃくちゃ、しかも、うん、そうなの。あれ、あの曲結構人数によって、全然変わるから。なんか、辻元さんの振り付けって、人数が違うと、なんか、振りが全然違ったりとか。そうだね。なんか、立ち位置も、全然違う、みたいなのが、多いから、すごい。まあそれが良さでもあるんだけどね、もう何人になってもそのちゃんとした作品としてできるっていうね、その人数での一つの作品みたいになってるのがすごいなって思いました。いやー、だから見ててわーこれ大変だろうなーと思ってた。この前1期と2期で混合であったんですけど、なんかあんまり2期生と一緒に踊ることがないんで、うん、だからすごいいいなって
ね、いいね。私も2期生とパフォーマンスする機会本当になくてさ。1期生でも少ないんだったらなおさら。ないです。でも自分だもん、本当に舞浜ぐらい一緒にステージだったって。そう、だから全然仲良くなる隙がない。みんな。みんな。どっちでしたね、来てるの。七三イズムを受け継ぎます、みんなで。七三イズム？七三イズム。ある？そうなの。もっと来てほしい、STU に。行きたい。最近全然広島とか瀬戸内の方にさ、うん、行けてない。私最後に来たのって、3月とかですよね。最後に行ったのは、あ、いや、全然違った。9月が。9月。9月のその、あれ、ダーツやった時。ダーツのために来たやつ。ダーツのために行った。ダンスのために、それ以来だね。9月行って以来ずっと行ってないし、だからみんなに会えるのは本当に武道館のリハーサルだろうね。そうですね、確かに行きたいさ。最近はでもこのご時世も相まってなかなか行けなくなってしまった。そうですよね。ひぃ。龍角散のドアメを佐竹さんに渡した時だねって。そう。それです。それですね。佐竹さんおめでとう、赤ちゃん。うん、いいね。おめでたいですね。めでたい。超めでたい。私、その直前ぐらいにお仕事で佐竹さんとお会いした時に、一回奥さんとお会いして、うん、もうそろそろなんだよーって言ってて、すごい触らせてもらいました。元気に。生まれてよかった。よかったです。ね。おめでたいね。おめでたーい。いいですね。いいニュース。本当に。明るいニュース来ると嬉しいよね。嬉しい。じゃあ今日の明るいニュースをどうぞ。ですか、いきなり。めちゃくちゃ。いや、なんか、明るくなろうと思って。今日の明るいニュース？たぶん今日の明るいニュースは奈々さんと一緒に、あ、また止まってる奈々さん。え、止まってない、止まってない。あ、止まってる動いてるよー。今日の明るいニュースは一緒に配信ができたことです。イエーイ。あ、それ、あ、そうじゃん。柔軟剤が届いたことじゃん。あ、そうなんです。そうなんです。私、本当に、この柔軟剤めっちゃ欲しくって。何？どこの？白です。あー！白！はい。買ったんだ。買いました。なんか。私も一時期使ってた。何ですか？サボンですか？サボン。サボン使ってた。ユミリーはホワイトリリー？サボンとホワイトリリーを買いました。ああ。なんか家の、やつが、お部屋の匂いが、サボンなんですよ。サボン好き。で、めっちゃ好きだし、あと白の匂い好きだから。うん。でも結構売り切れてて、ずっと。うん。この間見たとき。予約変えたの。めっちゃ嬉しい。明日は洗濯祭りです。白ね、いいよね、うん。初めて白デビュー。白デビュー。素晴らしい。嬉しい。そっ
でも白はさ、近場では買えないじゃん。ネットか、うん、本当に、なんか、都会のデパート。そうなんですよ。行かないといけないから、もうね、一回使ってからもうやめた。あー。調達しづらくて。確かに。あと、あれですよね、結構、なんか、一つ買ったら、十何回しか使えない。あ、そうね、回数がね。多い、はい。だから、ちょっと、わかるよ。でも、このご時世、ちょっと贅沢しようと思って。いや、そうだ、おうち時間大事よ。そういうなんか、柔軟剤とかさ。大事。そういうところで、幸せを得ましょう。すいません。今日の奈良さんの明るいニュース。でも今日ね、卵落としたり災難だったんだよな。最悪なの、本当にラスト1個だったの、卵。ああ。ラス1の卵を落として。はい。だからもう、すごいショックだった。なんかもう買い出し、卵だけ買わなきゃいけなくなって、切なかったです。卵。卵。でも明るいニュース言わなきゃいけないんだよね。からの、からの。明るいニュース。明るいニュース？明るいニュース。明るいニュース。明るいニュース。うわぁ、明るいニュースは、ユミリンとのコラボ配信でーす。やっぱそれが一番ですね。そう、だから初めてコラボ配信ができたわけよ。生まれて初めての。やった、初めていただきました。そう、だから初コラボ。コラボ。嬉しい。この機能だって結構前にできましたよね。でも私も全然やったことなかったです。うん、私もやったことなくって。まさかこんな風にうまくできるとは嬉しい思わなかったのでよかった。離れていてもですね。離れていてもです。嬉しい。そう、私はそう STU 兼任してるから STU メンバーとできるっていう、そう所属しているからできるらしいです。イエイ。STU でもありますもんね。そう、そうなんです。調整できないんだ。またそれもなんかできるようになったらいいですね。そうだね、素敵だよね、できるようになったら。うん、まあやっぱ、うん、いろいろあるんだろうな。まあ会社が違うからなんじゃない？大人の事情で、うん、いろいろと思いました。うん、会社の違いだと思いたい。コラボって言っても、なんかこっちのコメントもギフトも、もう全部こっちだから。そうだね、もう完全に個別な感じだよね。うん。まあ、いろいろあるんですかね。うん。じゃあ、そうか、コメントもここ、個々に来るものだし。この見てくださってる皆さんもここに来てるってことよね。そうですね。ここで違うルームに入って、そしたら違う人がもういるよって感じ。なるほど。あかりっぷ？あ、そうです。あかりんさん。私も持ってる同じ色。あ、本当ですか？もらったやつ？そうです。わがまま。私も。わがまま。ブルーム10番。あかりんさんが選んでくれたんだよね。選んでくれました。これ何色がいいと思いますかって言ってくれた。これあ、これさ、博多座の時じゃないですか。いや、私はね音楽番組でもらった。
あ、かりんさんが。すごい。あと、これも。あ、選んでもらいましたよね。みんな。え、それなんだ。私、違う色のやつだった。へぇ、私、1番。かわいい。めっちゃ使ってます。キラキラ。嬉しい。私、あんまりラメ入ったアイシャドウ持ってなくって。うん。から、これ使い始めて、すごい、なんか、初めて、ラメの目になったって感じ。ラメデビュー？ラメデビュー。嬉しい。ねえ、ラメもね、たまにやると楽しいよね。キラキラーってして。楽しい。全然違うんだって感じ。ラメは楽しい。楽しい。愛用してます。STU 衣装的にあんまりラメ入れるメイクしないもんね。しないですね。ナチュラルって感じ。確かにあんまり衣装に合わなくなっちゃいますもん。そうそうそう。だからなんかあんまり濃い色のリップも衣装の時はあんまり使わないし、うん、確かにリップも薄めで、薄めでアイシャドウも薄め、薄め、全部ですね。なあちゃんがユミリンにメイクしたらどうなるんだろうって確かに気になる。してみてください。フルメイク？ちょくちょくなんかいろんなものしてくれますね。ね、なんか目元だけ足すとかはよくやってたよね。ユミリン薄いから。薄い。足したくなっちゃう。言われる。それしてんの？って言われるから、うん、してください。って言ったら奈々さんメイクしてくれる。足しちゃう。嬉しい。確かに奈々さんにフルメイクしてみてほしいです。私にやりたい。嬉しい。ユミリン絶対濃いのも似合うと思うんだよね。うーん、でもなんかあんまり私自分のメイクあんまり薄いと思わない。ちゃんと濃くしてるつもり、メイクしてるつもりなんだけど、うん、でもすごいなんかやっぱり皆さんメイク上手だから、自分でメイクしてあちょっと今日濃いかなとか思ってもなんかみんなと一緒になるとなんかあなんか違う、何かが違うんだろうなって感じ、うん、まだまだ勉強中です。私がメイクしたらだいぶ濃くなると思う。濃くなりますか？濃くしちゃうよ。何が違うんですか？マスカラとかじゃない？あ、マスカラしてますよ、私も。してる？はい、今も。そう、私今日はしてなくて、マスカラ。はぁ。だから、するとやっぱなんか、けばくなる。ナナさん目元パッチリなイメージ。一気です。昨日だからめっちゃケバいって言われた、ショールームやって。ケバくはないですよ。え、マスカラしてないんですね。今日は薄くした。なんか元々の顔立ちなんですかね。キリしてる。なんか無駄に眉毛も濃いからさ、その分まつ毛も濃く生まれたんだと思う。ああ。眉毛濃いの嫌だけどね。眉毛濃いんですか、奈々さん。そうだよ。ちっちゃい頃とかめっちゃ繋がってたと思う。へえ、かわいい。今は繋がってないけど。かわいい。そうなんですよ。繋がってるの。かわいい。かわいいの、繋がってたら。はい。なんで？なんか、かわいくないですか？ナナさんがちっちゃい頃眉毛つながってたっていう事実が。絶対に可愛くないよ。可愛い。可愛い。やだー。多分ナナさんのところ見てる人みんな可愛いってなってます。いやもう、うん、ほら、みんな全然可愛いって言ってないよ。いやもうなんか、可愛いって打つのに、打つ作業がいるじゃないですか。もうだからみんな、うぐぐぐぐってなってるから、打てないんです。うぐぐぐぐ。かわいいよ、わら、みたいな感じだよ、もう。あ、でもね、突然来た。かわいいよ、絶対。時差あるんですよ、コメントも。
で笑ってる人のが多い。照れてる、照れ屋さん、照れ屋さん、ちゃんと可愛いって言えない、笑つけないと可愛いって言えない。うぐぐぐぐって言ってる人本当にいるよ。ゆみりの真似して、うぐぐぐぐぐ、あれはいつの写真なんだろう。一回なんかあれですよ、なんか昔の写真送ってくれましたよね。何だっけ、さっき見返してて、さっき見返しててあった昔の写真、昔の写真、いつの写真なんだろうな、なんかいつ送ったっけ、いつだっけな、あ、なんか、あー結構前だ、なんか見してちっちゃい子の写真送ったら、なんかお化け屋敷みたいな写真送ってくれたやつ見して、な、え、その時は何歳だったかな私、これでもなんか2000何年多分、このなんか見切れてる写真のあのフィルムのやつが200ってなってるから、え、見たい、見せてよその写真、え、見せていいですか、いいよ、あ、出た、お化け、お化け、これでも小学生だね、小学生ですか、うん、小学校 5,6 年かな、へえ、綺麗、綺麗なんかーい、綺麗な顔、え、小学生、小学生だね。綺麗な小学生。ハロウィンの仮装です。え、ハロウィンの仮装なんですか。かわいい小学生。気付けた。ガチでやってた。かわいい。へえ。いや、そんな時もありました。小学生の時から綺麗なんですね。いや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 。確かに眉毛見えない。眉毛見えないね。いや、もう子供の頃には戻りたくないです。あ、戻りたくないんですか。戻りたい、戻りたいです。うーん、戻りたくないですか。うーん、なんか大変じゃん子供って。いや、大人も大変だけど、ね、え、すごい大変な子供時代を過ごしたんですか。いや、なんか、うん、なんだろう、大変じゃない？どういうことですか？なんだろうな、わかんないけど、子供は、うん、確かに子供って責任がなくて楽だったけど、子供は子供なりに大変だった。そうそうそう、子供は子供なりに子供らしくいなきゃいけないしさ、なんだろう、自由ではないじゃん。もう未成年って時点で。確かに。その、親のもと、保護者のもと、うん、生きていかなければならないから、自由はなかったわけで。確かに、今は自分で欲しいもの買えるけど、ちっちゃい頃は。そう、自分のお金じゃ買えないじゃん、うん。自分でお金を稼ぐこともできないしさ、小学生って。だから今は自分で働けるし。あ、お帰り。充電？え、刺したら、大丈夫？私みたいに声ちっちゃくなんないかな。あ、ルナさんの声が聞こえなくなっちゃった。あ、やっぱり、やっぱり、でしょ？やっぱりって言ってる、たぶん。うん。私の声聞こえます？うん。ルナさんの声が何も聞こえない。ゼロ？なんて言ってるの？え？そうって。ゼロ？サッホー？え、全く聞こえない？ちょっとも聞こえない？ちょっと聞こえる。聞こえる。え、聞こえないです。ダメなんだ。やっぱり。聞こえなくなっちゃったって。へぇ？聞こえなくなっちゃった。どうしよう。一回切ってみたらいいのかな。そうかも。私が。え、でも、切ったら、どうなる？え？
どうしよう。コラボなくなった。お手上げ。誰か。誰か。再起動。どうしたらいいんだろう。あ、でも私の声の大きさは上がったみたいです。皆さんからする。え、じゃあ、一旦さ、壇上の方を呼んだら伝えて、誰か伝えて、ユミリンに。一旦、再起動すると壇上消えちゃうから、先になんかランキングとか読んどいたらって。更新ってどうやってやるの？更新なんてある？あ、一旦壇上読むって。いっちゃん先にランキング読んでおいたら？あの、すごい、再起動するとさ、再起動すると消えちゃうからさ。あ、それか、あ、でもこっちも充電ないのか、あんまり。更新って何？こっちの端末で。ちょっと待ってくださいね。そうだよね、配信は更新ないよって。どうしようかな。そう、見てる皆さんは両方の声が聞こえてるんだよね。なんでお互い聞こえないんだろう。え？聞こえる？あ、聞こえます。あ、そういうこと？待って、事故。よいしょ。はい、事故でーす。事故でーす。これは事故なんだ。大丈夫？聞こえますか？聞こえるよ。あれ？どっちが見えてます？あ、ん？あれ、なになに？